どうもこんにちは、ナビカズです。さあ、ストレンジャーシングス風なオープニングを今回もつけてみたんですけども、いかがでしょうか。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日この動画ではファッションのお勉強ということで、やはりね、春のファッションというのはね、楽しいですよね。そんな春のファッションの参考にしていただけるようなファッション解説スナップ動画を今回作りいたしますので、前回も最近1週間コーデっていうのを作ったんですけれども、今回はセックスコーデということで、6コーデのファッションスナップを徹底解説していきたいと思います。まあ、今回やっぱりいろいろとシチュエーション別とかデートのコース別だったりとか、まあいろんなシチュエーションに合わせたコーディネートをね、お見せしていければと思いますので、ぜひ皆様の日々のファッションの参考にしていただけたらと思いますので、早速やってまいりましょう。それでは解説の方、実況解説ナビゲーターなみかずさん、よろしくお願いいたします。スタート。来ました、そろそろかな。領域展開。はい、それではね、実況解説の方、私なみかずがやっていきます。ジャケットはオーラリー、ユーゲン、OMC、ナイキ02と、おニューのユーゲンのシャツをどう楽しく合わせるかというのをテーマに今回はコーディネートしてみました。カラーパレットはベージュ、オリーブ、ホワイト。ユーゲンのシャツがですね、やはりポイントになりますね。この日はユーゲンのシャツをまず着ようと思い、着こなしを考えたんですけれども、チノパンだけど OAMC でモードなエッセンスも取り入れてみました。ユーゲンのシャツは結構クラシックな印象なので、そこをあえてこの OAMC のパンツでちょっとストリートなエッセンスも取り入れてみるという、ユーゲンのシャツは着た時に背筋がね、スッと伸びるような、そんな至極のシャツでございます。バンドカラーシャツにジャケット合わせるのが最近のマイブームで、今回はオーラリーの、これは2、3年前のモデルですかね。オーラリーは数年前の古い形がかなり好きで気に入っております。ユーゲンのシャツを少しね、ストリートなエッセンスで合わせる、まあこれがあまり普段やらなそうで、やってみると面白い着こなしでございました。それでは続いてのコーディネートはこちら。この日はパンツからコーディネートを考えました。トランポットで買った古着のカシミヤパンツをどう合わせるか、どう楽しく合わせるかを考えてのコーディネート。今回このコーディネートはですね、ブラックのトーンで合わせるのがこのパンツ、古着のこのカシミヤパンツすごく合うんですよ。かっこいいんですよね。そこでブラックの小盛りシャツをインナーに合わせ、それだと少しシンプルすぎたので、ニードルズの今季春夏で買ったチャイナジャケットのエッセンスの入ったニードルズのグレンチェックカバーオールでスパイスを効かせてみました。このようにブラックのワントーンコーデっていうのもすごく大人な渋さが出て、とてもかっこいいのでおすすめでございます。古着のパンツにニードルズのジャケットにウエストンのローファーがまたいい塩梅で、大人なかっこよさが出てくるのではないでしょうか。いかがでしょう。このような感じでございます。シンプルなコーデに一点癖のあるアイテムを入れるのもとてもファッションが楽しいでございます。最近は寒いので、このようにカーディガンをね、軽くサッと合わせると、首元があんまりこうごちゃごちゃせずに、カーディガンっていうのはすごくね、使いやすいので、最近とても気に入っております。まあ、その日選ぶ服を人生を選ぶように決める、これは幼児山本さんがおっしゃっていた名言でございます。はい、それではね、続いてのコーディネートを参りましょう。はい、こちらおニューの LE のエキストラワイドのシャツ、そしてロング丈を主役にコーディネート。まずはシャツからコーディネートを考えました。まず今日はこのシャツを着よう、そこからコーデを考えたんですけれども、カラーパレットはスカイブルーにネイビーにインディゴブルーと、ブルー系で統一してコーディネートで合わせてみました。足元はベージュのマルジェラのジャーマントレーナーで少し外しを効かせております。
色味をねブルーベースのグラデーションで合わせてあげると全体的にまとまりが出るのでとてもおすすめでございます。いかがでしょうか。このような感じでございます。くるっとね回ってみるとこのような感じ。スカイブルーのシャツがとてもね爽やかでいいですよね。この日はニコルソンのパンツを久しぶりに履いたのですが、やはりシルエットが特徴的でとてもファッションが面白いです。ニコルソンのパンツってのはやっぱり他にないですね。他の似たようなパンツっていうのはないので、足元は革靴で合わせるのと迷ったんですけども、ニコルソンのパンツにはねマルジェラのジャーマンっていうのがクリーンさが出てとても相性がいいんですよね。履いてる人はわかると思うのですが、なので今回はジャーマントレーナーで合わせております。スカイブルーのシャツというのはね今季いろいろと他でも出ているんですけれども、この LE のエキストラワイドにロング丈のシャツは他にはないシルエット感で新鮮な気持ちで楽しんで着れます。はい、服をね楽しんで着ていこうと。腕を軽くまくった時の表情もとてもいいんですよね。コーデするのが楽しくなるシャツ、そんなシャツではないでしょうか。そこでジョジョ立ちを繰り出していく。お疲れ様でございます。はい、それではね続いてのコーデに参りましょう。今回このコーデはロンドンのねスケートブランドヤードセールのスウェットをどうしてもこの日は着たくて、今までに合わせてない感じで合わせようと思ったらこんな感じになりましたのコーデでございます。ジャケットはコモリ、パンツをねラングラーのブーツカットですね、ストリートのエッセンスにブーツカットのラングラーのランチャードレスにコモリのデニムジャケット、クラックスのワラビーと合わなそうなアイテムを合わせる、これが波数流でございます。ジャケットにブラックを持ってくると全体のトーンをねビシッと引き締めてくれるのでとてもおすすめでございます。脱ぐとねこのような感じです。結構ねヤードセールのスウェットはストリートのエッセンスがかなり出るので、まあ、トップスとパンツが少しね若い感じになるので、靴をねベージュのワラビーで合わせるということで少し渋さもプラスしております。もう35歳になるのでね少し渋さもね出していかなきゃなというところで、ヤードセールのスケートビデオはとてもねレトロフューチャー感があってねとてもかっこいいので、スケートをやったことがある人でもない人でもねおすすめなのでぜひね見ていただけたらと思います。私あの航空高専という学校に行っていたんですけども、その時にねスケボーをねひたすらやっていてスケートカルチャーに明け暮れておりました。髪型もストリートなファッションに合わせて今回はダウンスタイルでスタイリング、普段はセンターパートがねかなり多いんですけれども、今日はねちょっとねダウンスタイルでやってみました。はい、それではね続いてのコーディネートに参りましょう。この日はまずこのオーラリーのセットアップをどうしても着たくてコーデを考えました。まずねどのアイテムからコーデを考えるか、これを結構ねお客様にも多く聞かれるんですけども、この日はオーラリーのセットアップをまず着たい、そう思い着こなしを考えました。その次にインナー、この古着のビビッドな色味、春っぽい色味を合わせで、チャック・テイラーのターコイズとね合わせるか迷ったんですが派手になりすぎるなと思い、ここはニューバランスで合わせてみました。ベレー帽もねいいですよね。似合う帽子の形が私はベレー帽かハットだけだと思っているので、ベレー帽は割と初心者、帽子初心者の方でも取り入れやすいアイテムではないかなと思います。春は鮮やかな色味がね取り入れたくなりますよね。セットアップに色味を効かせて足元はスニーカーで外す、これが波数流でございます。いかがでしょうか。セットアップの合わせの参考にしていただけたらと思います。このオーラリーのセットアップは確か2018年のモデルかと思うんですけども、とても気に入っていて、新しいアイテムだけでなく昔のものと今のアイテムをミックスする、これがファッションのね面白さ醍醐味ではないでしょうか。このようなファッションでございます。ヒゲと帽子っていうのがねすごい合いますね。ジョルノジョバナのジョジョたち。はい、それではねあっという間に最後のコーディネートです。最後のコーディネート、この日はおニューのニードルズのパープルの超コモンチアンのパンツをどうしても履きたくてコーディネートを考えました。パンツがね超コモンのこのパープルの柄は結構ね派手な印象なので、そこをトップスをシックな印象に持っていくようにブラック系でね統一して合わせてみました。雨が降っていたんでねこのように傘を差してるんですけども、パンツが結構派手な印象なのでトップスとジャケットにダークトーンのアイテムを合わせることでそこにね渋みをプラスしてみました。
全然もう歩き回って全然見えない、ファッションコーディネートが見えない、早く戻ってきてください。はい、このような感じでございます。いかがでしょうか。パープルのアイテムっていうのはね、結構久しぶりというか初めてというか、あんまり合わせないので新鮮な印象です。このニードルとね、トラックパンツ、とてもねシルエットが綺麗で、足長効果もあっておすすめでございます。普段自分が着ないアイテムを合わせるっていうのがね、本当にファッションの醍醐味ではないでしょうか。楽しいですよね。こんな感じです。パンツにパープルなのでね、上はブラックで統一してまとまりを持たせています。革靴で合わせることで派手な柄パンも大人な印象に、プラスしております。いかがでしょう。スタスタと、このような感じです。メガネがこれ実はね、リアルメガネでございまして、以前から持っていた昔のあやめのヴィンテージのメガネ、まあヴィンテージとね言えるかわかんないんですけども、にグレーのカラーレンズを土入りでね入れて、おしゃれリアルメガネをね作り出してみました。アップにするとこのような感じ。パープル結構派手ですよね。ブラウンのトーンの方がね割と合わせやすいかなと思ったんですけれども、こういうね夏場、これにサンダルで花火大会なんかにね彼女と行こうかなと思っております。彼女がまだいないので彼女探しからでございますが、そこはご了承ください。このような感じです。いいですね。やっぱこう普段合わせないようなコーディネートを毎日してみる、それがファッションのね楽しみ、ファッションをね毎日楽しんでいくっていうのがね人生の醍醐味ではないでしょうか。はい、お疲れ様でございます。お疲れ様さ、ということで本日もお疲れ様でございました。本日6コーデいかがだったでしょうか。コメントの方でもね、好きなコーデだったり嫌いなコーデだったり、いろいろコメントお待ちしております。それではまたファッション動画いろいろ作っていきたいと思っておりますので、またねぜひ見に来てください。ではまた次の動画でもお会いしましょう。アリーベデルチ。それでは。